西郷隆盛、大久保利通や木戸孝允と並び維新の三傑と称される、明治維新の中心人物の一人。薩長同盟によって長州藩と手を結んだ西郷は、江戸幕府を追い詰め、江戸城無血開城を達成。そんな明治維新の立役者とも言える西郷だが、後の明治政府との方針の違いによって辞職。鹿児島に戻り私学校を設立して後進の育成に励むのだが、私学校の生徒たちと明治政府の間で緊張が起こり、最後は生徒に頼まれるがままに西南戦争に参戦し明治政府と真っ向から対立。明治政府の猛攻によって万事休すの西郷は自決によってその生涯を閉じるのであった。そんな波乱万丈な西郷隆盛に今回は迫っていくぞ。西郷隆盛生還論唱えてました。西南戦争を起こしました。こいつが成人みたいなイメージある理由。犬と散歩してる男。金玉がでかい。大久保に銅像にされて、封印された人だっけ？こいつは結局何をやった人間なのかわからん。江戸無血開城だけでお釣りが来る。赤包帯に江戸藩邸焼き打ちさせて、幕府挑発して無理やり戊辰戦争を起こしたのもこいつだからな。江戸の町を焼き払おうとしてたのを止められた側やのに、無血開城させたという功績になっている謎。めちゃくちゃ好戦的なやつやん。かなりの薩摩イズム持ち合わせてるぞ。西郷がきっちり江戸を日の海にしとったら大阪が首都だったのに。おつ、首都は京都だから。死んだから成人なんや。日本人は方眼美意だし。あの豪傑さがええんやろ。大久保が大体冷徹な感じの悪評を引き受けたから。西南戦争を西郷のせいにしてるのくさ、政府が無理やり圧力かけて暴発せざるを得なくしたんや。西郷は政府に敵対するつもりなんてなかった。鹿児島を自由な独立国にしようとしてただけや。西郷隆盛、明治維新完了その後の日本。知らんぜよ。土佐弁かよ。やることやってあとはポエイのカス。無責任極まりない。こいつのせいで日本が戦争三昧になったようなもんやろ。大事なことにはだんまり決め込んで威厳保とうとする。国内の危険分子集めて一掃させてくれたやろ。西南戦争が最後の内乱なんやで。その後の日本はどうなりましたか？無責任極まりない。やべえやつ集めて一緒に死んでくれたやん。自分でも神格化されすぎてると思っとったやろ。だから最後自害で逃げたんやろ。担がれてウハウハの朝廷も反省しなさい。薩長同盟とかいうクーデター集団、薩摩長州とか自分勝手に暴れて外国に喧嘩売って、そのせいで幕府も不平等条約結ばされたりしたのに全部幕府のせいにして英雄気取りな奴ら。ほんまそうよ。結局自分らが美味しい思いしたかっただけ。国民のため。天皇がやれって言ったから。正当性がない政権だから明治天皇の消極頼り。それが後の天皇陛下万歳になるわけよ。つまりは大久保利通は君側の官。殺されて叱るべき存在だったね。西郷も無理やりにでも外遊に引っ張ってけばよかったのでは。大久保乱状態であんなん国内残したらそら誰も抑えられんやろ。西郷は西南戦争という勝ち目のない戦いをなぜしてしまったのか。薩摩藩士の暴走を抑えられなくなったというのは事実なのか。あちこち動きすぎた。どうしても大韓帝国が欲しかったんやろ。不平士族を滅ぼし大久保が作る政府に協力するための自滅屋で大河ドラマ並み感。あれ成人に演出しすぎとちゃう？ほんまなんかあれ。新体制に不満を持つ人たちもろとも死のうと思った説大スコ。戦力差を考えて鼻から勝てるとは思っていなかった。ただ不満を持つ士族の声も無視できない。今後同様の士族の結果を防ぐ意味合いもある。こんなとこやろ。集団自決やんけ。というか士族頭悪すぎとちゃうか、情報不足か。下級士族階級が新時代に迎合されない、生活も苦しい。このまま落ちぶれてくなら一か八か言ったら的なメンツもあったんやろ。マジレスすると薩摩の不平士族に担がれただけや。西郷は監禁されててろくに外出もできなかったし、最後は城山で降伏しようとして部下に殺されてる。監禁？せやで、大久保からの暗殺者がいるからって理由で外出させてもらえんかったって側近の日記に残ってる。不平士族を説得に行ってそのまま監禁されて頭目に担ぎ上げられたんや。士族が監禁したんか、アホすぎんかそれ。大久保を恐れてたわけか、なるほど。西郷どんが乗り気やなかったってマジ？昔読んだ伝記物だとそうだったけど未だに定説なんかな。最新の研究やと西郷が西南戦争を起こしたのは、故障に、Y は昔すごかったんやでって話したら男らしく戦う西郷さん見てみたかったなって言われたから。なんか好きあらばやりちんエピソードを披露しまくる童貞の先輩を追い詰める後輩みたいやな。
なお東北の士族たちは徴収罰に利用されて、警官がそのまま突撃をされた。内戦だから警察官を戦闘参加させてもいいという風潮。抜刀隊か。せやで。なお鹿児島出身の警官も抜刀隊を編成させられて元仲間を殺す羽目になり薩摩閥を滅ぼした。ただその抜刀隊のおかげで西南戦争がたばる坂攻略できたから。しかも警察官で剣術が盛んになったし。そういうことだったんか。陸軍はあかんかったんか。当時の陸軍は経験の浅い農民兵中心やからな。実戦経験しかない西郷軍に対抗するにはちょっと問題がある。士族は警官になってんか。戦争中に旧士族を集めたっぽいから、陸軍に入れると農民兵と一緒のペイペイからのスタートで旧士族は納得しないだろうし。下手に位をつけると殺軍に白兵戦をぶつける用途には使いにくい。結果警官、ということだったのかも。不兵士族集めて士学校という名のテロリスト養成所作ってて草湧いた。不兵士族たちは勝てると思ってた言うてもどうするつもりやったんや。全国転戦して日本統一でもする気やったんか。わいら以外にも不満持つやつたくさんおるやろの精神やろうな。政府に勝てば各地で決起してくれるとでも思ってたんとちゃうんか。自分たちで作った流れに飲まれてしまったんやろな。なお実際に各地で決起は起こってるわけで、今までは格好撃破されたけど西郷担いで連携できればワンチャンあるくらいの感じかな。おかげで士族反乱は大体ついえたからええやろ。日本の礎に慣れて本望やと思うで。新政府は維新すると飢饉にとにかく困ったからな。逆もまた光ということで、武士の食い口を徹底的に潰した。国民って概念入れて租税を作った。もう武士はバイトするか、博打で商売するしかなくなった。これでは最悪天は無理や、むしろ薩摩の武士と地元が特殊すぎたんよね。まず戊辰戦争で欧州勢は力がなくなり、西南戦争や佐賀の乱で佐賀藩や薩摩勢の力を削ぎ、萩の乱では確か吉田松陰の塾生がほとんどいなくなったな。西南戦争って確か明治10年だろ。戊辰戦争時に参加した兵士が3、40代だった時には西南戦争では4、50代前後で軍人に残っても後方で教官か事務職にされるか退官して地元で余生を過ごしてる。戊辰戦争時には20代前後の兵士も30代になってるから、同じく下士官か士官でも昇進して後方勤務。残るのは戦闘経験がない若造よそやねえ。警官が結構戊辰戦争時の兵士たちが残ってたんだろ。西郷軍も一応重火器持って1万3000人で、4000人が立てこもる熊本城を攻めきれなかったのは、西郷軍がしょぼいのか熊本城がすごかったのかどっちやろ。熊本城しかとしてさっさと進軍しとったら、同調してくる藩も出てきてもっと大きな内戦になっとったてむ。鹿児島を完全に捨てての行軍やから、速攻で軍艦派遣されて弾薬や食料の供給ルート断たれたから無理やね。西南戦争は西郷の部下がアホすぎるし、明治政府や山形有朋もクソすぎないか？あれ？ヤクザ VS ヤクザやからなあの時代。戊辰戦争で官軍だった西郷が賊軍として駆られて、しかも政府側に薩摩人の警官兵がたくさんいて、薩摩同士で日本刀で白兵戦とかグロすぎやわ。西郷は勝手に暴走した士族たちのトランでいい責任取っただけやからな。どっちも何やりたいわけでもないからな。没落して貧乏になった武士が死ねる場所作っただけやし。山形はだいぶクソやなって思ったわ。だからこそ有能やったんやろうけど。西南戦争で政府軍に挑む西郷軍の装備。ギャグかな？そら負けますわ。指揮官の装備なんて飾り出しなんでもいいのよ。ちなみに政府軍、強そう。何がしたかったんやっけ？士族が暴れたかった。そんな連中にボコボコにされて敗走して軍旗を奪われた無能がおるけどな。乃木大将の悪口は NG。んな戦国時代に戻った装備なわけねえだろ。西郷方もミニエ銃やらエンフィールド、スナイドル銃が標準装備だぞ。タバル坂の戦いが熾烈な銃撃戦だったってこと知らないのか？でもこれフランスの新聞記者が写生したやつらしいぞ。えやろこれ、写実でもない。政治宣伝入ってるよそれ。たとえフランスの特派員でも、これは国内内戦で西郷軍は反乱軍だったという認識は通された。西郷軍は戊辰戦争で戦ったいわゆる旧士族で構成される職業軍人型の古い体質の軍隊。一方で政府軍は国民国家の軍隊としての近代的な体質な軍隊っていう強調と対比でそんな風に絵として描かれたんだと思う。警視隊、抜刀隊、斎藤はじめもいる。くっそ強そう。っていうか新選組 OB ってほんまに使えたんやな。我流剣火術を誇るチンピラが公務員になったようなもんかと思ってた。実戦の殺し合いの経験ある人間ってそれだけでやっぱ違うんちゃうの。
斎藤はじめは、市内の剣道で鍛えてくれって言われて、実戦ではこんな動き誰もしないよ、強くなりたいなら今すぐこんなことやめないとって説明したら、市内剣道は殺し合いじゃないから、市内じゃ殺せないからってバカにされて、市内追って道場の師範の首に突き刺して殺せるよってやったくらいのやつやから強いで。斎藤は市内だと弱かった説もあるし、G になっても強かった説もあるし、よくわかんねえ人。接近戦は元士族の薩摩の方が強いから、新政府側も士族で抜刀隊編成して戦ったらしい。接近戦なんてほとんどしてないけどな。抜刀隊がマジで活躍したと思ってるなら戦争の常識を知らなすぎ。結局銃撃戦だけで仕留めきれず接近戦やらざるを得なかったって、当時の火力的に当然なんじゃ。今と火力が違う。西郷が持ち上げられてる理由が未だにわからん。過激派で新しい時代に必要なかっただけの人種ちゃうんか。むしろ有能なのに私利私欲に走らなかったせいで私利私欲税から煙たがれたんやろ。明治政府の私利私欲っぷりはやばいで。私利私欲に走らなかったのは大久保の方な。証拠に西郷は死後財産が全く残ってなかったらしい。根は新選組と同じチンピラ脳筋集団やからね。幕末の勝者になれたのは大久保と小松の手腕。刀は役に立たんと言っとるけど、薩摩の剣術は銃を想定したものやから役に立ったはずや。走りかかって切る、これのおかげで銃撃の隙に集団で切り込めるし、他の流派にはこういう技はないんや。そんな訓練をさせるより農民をかき集めて隊列なり銃の訓練をする方が強いし大量に養成できるんやで。それを昔から薩摩はやっとったんや、それが釣りの武勢や。農民なりかき集めて銃を持たせて、その場所に命がけで侍たちが敵を引き寄せるのが薩摩の戦法や。薩摩は全部やっとるんや。勝つためなら何でもするって感じやな。弓術にも前進しながら弓を撃つという技術もあるしその動画もあるんやで。戦争のためにいろいろ工夫してそうなったというのが薩摩や。西郷隆盛とかいう顔も名前も何もかも違っていた謎の人物。あと大蔵大臣でもないという。銅像は他人。写真はない。肖像画はたくさんあって全部顔が違う。名前は親父の名前と間違えられたのがそのまま広まった。マジかよずっとこのイメージやったわ。これエドワルド・キヨッソーネ作の版画、西郷の親戚を参考に想像で描写とか書いてあってくさ。とんでもない陽気で人に慕われまくってたのに肖像の一つもないのおかしない。あるけどみんな顔が違う。痩せてたりとか割と薄味の顔だったり耳がでかかったり小さかったりで共通性すら見出せない。名前は間違えられた後高森に改名してるから明治以降は高森が正しい。本当なのは金玉でかかったことぐらいなん。いかがだっただろうか。西郷隆盛かわいそうにと思った人はコメント欄で教えてね。これからも面白い歴史の話題を紹介するので。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録して待っててね。最後までご視聴ありがとうございました。